はい、どうも皆さん、こんにちは。繁盛です。今回はですね、この PUBG のモバイル版、スマホ版 PUBG が出たので、そちらの方をね、早速プレイしていきたいと思うのですが、確かに、これを普通にプレイしたいのは、もうもちろんそうなんですけれども、まずはね、見てください、この見た目。この筋肉、最強の肉体を持っていますが、寒い。この時期ね、意外とね、たまに寒くなったりするんで、服を買ってあげたいなと思ってるので、ちょっと、ついね、繁盛ゲームで全く課金しないんですけど、なんか PUBG、PC 版でも課金したかったんだけど、なんか課金するタイミングを逃しちゃったんで、まあ今日は、このゲームが出て初日ということで、ガンガン、ちょっと課金して、アイテム取っていこうかなと思います。で、課金を、していきたいんですが、まずはもう一番高いこの11,800円のやつ、僕ね入れてきたんで、何これ。僕は誕生日はね、1月生まれです。はい。認証に成功。じゃあちょっとこれを買っちゃいたいなと。あ、これ買っちゃいたいなと思っております。購入手続き完了。来た。しちゃいました。見てください。8,100円？ 8,100 円でいいんだよね。じゃあ、11,800円で、8,100円を手に入れたんですけど、このエピックアイテムっていうのがあって、この上の、1.72%、青春スクールシャツ、青春スクールパンツ、キャンパス過去黒、みたいな感じで、こちらが、結構珍しいアイテムらしいんですよね。だからこれを狙ってね、ガンガンやっていこうかなと思っております。で、これ6回目で一応エピックアイテム確定するらしいので、こちらの方ね、やっていこうと思います。で、待って、ちょっと待って、今エピックアイテムさ、調査やったさ、あ、これか、スクールシャツいいね、これ欲しいね、うわ、これいいな、いいじゃんこれ、俺なんかもうホグワーツみたいでかっこいいじゃんよ。じゃあ、ちょっとガンガンね、ガチャの方回しましょう。購入します。ベルクロススニーカー。なるほどね。もうこれんな感じでガンガン回してきた。なんかリーボックみたいだね。ガンガンいきます。学生服？これってあれじゃないの？違うやつ？学生服っていうのは、ちょっと待ってね。学生服は、過去ネクタイ、学生服、あ、これも 3.82% やつか。エピックアイテムが多分レアなんですよね。エピックアイテムガンガン。あれか、スクールが欲しいのか。シャツ黒。はい。普通見た目いいけどね。あれ？制服変わらずグッズは普通？これは？スクール、キャンパススクールじゃないの？これキャンパスかっこ黒？じゃない？もしかして、当たりじゃない？あ、違う！ 9.63% 絶対外れやー。エピックアイテム確定までは出ない感じか？おわ、セブ革靴やー。これ絶対出るようになってるんだ、こいつ。はい。ドン！来た！青春スクールパンツ、シェアする。何シェアするって。超ラッキー。あ、なるほどね。あ、これで、みんなに自慢ができると。お、いいね、これ。タバーガルボンでやろうかな。で、6回目で絶対出るな。あ、じゃあ課金しまくれば、ワンチャン出るってことっすか？いいシステムやの。おい、制服革靴で、建物できるぞ、こんなに当たったら。ドン！コンバットパンツ。これ PC でもね、PC 版でもよく出るんですよ、このカーキ。こいつよく出るんですよ。ドン！あ、キリンの T シャツだって。かわいい。真ん中に、これ金なの？獅子舞みたいなの見えてるけど。ドン！ガスマスクね。まあ、これも、服以外にも着れるから、いいね。ドン！あ、レアアイテム来た！キャンパス！黒！いいんじゃない？これさ、待って、これさ、もうさ、あとさ、あれだけじゃない？ちなみに。あ、これさ、服当たればもう終わりじゃない？ガチャ。こんなことある？こんな
こんな早く終わっちゃう？運が良すぎて。ドン！キャンパス黒ヤンキー！かぶってもうたー、かぶってもうたよー、嘘やん、嘘やん、頼む。服が欲しいんです。あ、かっけーこれ。ちょっと待って、これつけてみよう。ファイヤーマスク。これかっこよくない？あれ？なんだこれ？あ、これ何？装備をそのまま変えちゃうの？パラシュートも。うわ！すげえ！パラシュートも変えちゃうのって、これ。これなんだ？ネーム変更カード。お得、経験値、増える。へぇー。こんなのもあるんだね。10円で。へぇー。おー、服も一応変えるんですね。はぁはぁはぁ。これなんですか？スクールジャケット。あ、これはあれなんかな？普通に、あれなんですかね。課金じゃ出ないやつなんですかね。てかこのスクールシャツとか持ってたらさ、普通に初日相手に舐められないね。こいつ課金税かってなるからね。え、このパラシュートも後で買いたいな、できればな。よし、とりあえずじゃあスクールシャツが欲しいんだ俺は。シャツ、もうキャンパスかっこ黒何回自慢すんねん。超ラッキーだけど、ちょっと頼む頼む、シャツが欲しいな俺は。シャツ、イーグル長袖 T シャツじゃないよ俺が欲しいのは。スクールだよ、スクール。帽子もまあ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 いいね。帽子もガスマスク、だからこの辺は結構かぶってくるんだろうな。エピックアイテムくるよ。お前キャンパスかっこ黒何回食って、お前何回来るんだよお前は。もうこれ4つぐらい持ってないかこれ。これ友達にあげたりできるのかな。友達にあげようかなこれ。だってこれさ、4つあるよこれ。ほら。これ何500円って。これ買えんのかい普通に。まあでも男は、やっぱりね、ガチャで当てるんすよ。俺ガチャで当てるからよ。見といてくれお前ら。ガスマスク。頼む。来い！ハイカットシューズ。あ、で、この見た目めっちゃ好きだわ。かわいい。ドン！コンバットパンチしろ。シャツが欲しいよ！ファイヤーマスク。ドン！来い！あー！パンツじゃない俺が欲しいのは！物欲センサー出てるね。これで、あと1回で、エピックアイテムが確定するんで、こちらで、かましていきたい！頼む！頼む！あー、青春スクール待つの。やだ、違う、俺が欲しいの青春スクールパンツないもん。血染めの運動靴、何これ。これ確率高いんじゃないの、血染めの運動靴。 3.82%、まあ、できればフルコンプしたいよね。てかね、こんだけあんだったらフルコンプしたくない。今どんくらい集まってるんだろう。所持、あ、服全然だね。これあれか、下の課金も入ってってことか、こっちの。はあはあはあ、なるほどね。オッケーオッケー。ほんならね、ショップ行きましょう。とりあえずシャツください。ハイカットシューズ青、シャツカーキドン。学生、違う、あと1回で当てれる。頼む。湯水のようにお金がなくなってる。頼むぞ。頼むぞ。シャツ。やったー、青春スクールシャツ来た。やったぜ。いや、これ出なかったらマジどうしようかと思いましたよ。いや、これは熱いな。エピックアイテム超ラッキーですね。いいね。オーケー。押したら着てみましょう。はい。これ装備みたいなどこにあるんですかね。そうかな。はい、ほんでクールズボン、青春スクールパンツ、さらにこれですね、キャンパス。あ、獲得も一応できるんですね。こんな感じで分解して売るみたいなことも一応できるんだ。へえ、なるほど。来ました、来ましたよ。これでプラスで俺さらに、マスクもつけちゃうと。来た。
炎のファイヤーマスク男、学生かっこ24歳学生ですよ。かっけー。これでもう俺スタートダッシュ間違いなくないか。完全にこれで俺は PUBG モバイルガチ勢として潜っていけるんじゃないか。いや、かっこいいなー。俺こういうのさ、課金で揃えたことないからさ、すげーなー。ありがてー。これ多分もうさ、お目当てのアイテムは全部手に入っちゃったってことっすよね。これ毎週やるか。そんなお金かからんし。これさ、あのコートとかも出てきたら欲しいんで、とりあえず今日は学生で。いいね。あ、パラシュートも一応買っとくか。パラシュート、スカイブルー。いっぱいある。あの、これかっこいいな。M164A の。やつ。安定した性能を持っている。はあはあはあ。なんでこれが一番高いんだろう。俺これがいいわ。これ買うか。これ買えんの？どうやって買うの？これ買い方あんの？これ、ちなみに。あ、買える。購入 OK。 ほんでこれ買うだけじゃ多分ダメだよね。装備みたいにしなきゃいけないから。倉庫で、パラシュートじゃないのかな。 あ、 あったあったあった。ドンカツパラシュート。俺は M164A 使うぜ。こいつを使う。なんか入ってますね。ワンダラー。あ、ここにもなんかあれなんですね。またパパッとアイテムもらえますね。ガスマスクとか。必要な各種物資が入っています。あって、あ、これは無課金装備。いやいやいや、僕はもう重課金装備なんで、いらないいらない。やばくね。かっけえわ。このさ、ファイヤーマスクいい味出してるな。まあ、てな感じで、まあ、これから PUBG モバイル、まあ、僕今後なんかね、極めていくで、なんとか行動には負けないようにちょっとガンガン極めていくんで、よかったら次回からもうやっていくんで見てください。それではよろしくお願いします。失礼します。